じゃあ、3人が集まるとのことに対して質問というか、これについて話してくださいみたいなのが、今日急にやったので、そんなすごいなんか500個とか来てるわけではないんですけど、来ただけです。でも結構来てるわ。そんなに？じゃあ、そうですね、ピックアップっていうか、あ、これまあまあもう何でも、まず一番最初、元気なのっていうことですね。元気、元気です。元気ではありますけど。元気だよ。でもそれなりに年取ってきてるからさ。どっか、じゃあどっか痛いところ。あ、どっか痛いところね。背中かでもね、年重ねたなと思うのが、この間こうアイロンかけてて、ちょっと髪の毛ブロッキングしてるじゃないですか、ちょっとチラチラ光ってる髪の毛が見えてね、ひゃーと思って抜いた。やっぱり耳の裏辺、この辺、やっぱこの辺なんだ、俺もこの辺ちょっと白くなってきてる、ジョニーはもうがついてるもん。でもこのまま真っ白になったらそれはそれでかっこいいって思って俺も言った。そうやって染めない方がいいって言った、はい、今まだごま塩の時ちょっと中途半端だけど、もっといっちゃえばいいよっていう話はした。なるほどね。痛いとこある？指です。ギター弾いてる時に、でもね、やっぱりコードとか押さえてるだけなんですよ、人差し指がね、長く弾いてるとやっぱちょっと。昔は大丈夫だったの？昔は全然大丈夫だった。何時間弾いても大丈夫だったのに。だから今もうね、ウォームアップ欠かせないですよ。はい、お兄さんは？私が痛いところ痛いというより、まあ、飲みすぎたりとか、ラーメン食べた翌日に飲むむくみが尋常じゃないですね、本当に。最近肝機能というか内臓が弱ってきてる感じがすごくありますね。はい、もう分かります、自分で。もう完全に食べてる瞬間にもう分かります、明日大変だなとか。ダメですよ。ひどすぎて、なんかもう足首とか、あの、むくみすぎて、なんかちょっと痛いもん、この、なんていうの、歩いたりするとき、そう、むくみがちょっと本当にやばいです、最近。元気だけどってことね。元気だけどむくみ。それぞれ、もろもろ問題は出てきてます。そういう年になってきてます。そういう年、みんなだよ、俺だけじゃないですよね、絶対。結構久しぶりに会って、それぞれの印象は、俺なんか変わんないなって感じ。さっぱりした感じ。さっぱり、髪に、それ今じゃん。でももっとなんかいつもやっぱりちょっと長めというか、確かにふわっとしてる風に見えるね。買ったりとか、そう、ね、こんなさっぱりしてるの見た。だいぶ短いよね、はい、この辺もバリカンでガーッ。だって本当に4月にあの子行った時とかマジ茂木健一郎さんみたいな。たまねとかなんか寝起き、ひどかったよね。すごかった。あれすごいのよ。僕の10周年の時、あ、そうか、11月にやって、で、その前は3月にマイウェイ歌ってあげた時に、あ、そうだ、結構あっちゃった。多分ジョニーとは2回ぐらいご飯食べたりしてるかもしれない。してました。うちにも、まだ東京に住んでた頃の東京の家にも来てくれたことあって、うん、有岡はもう、あの、YouTube ライブで来てくれたことあるから。はい、そう、あの謎の家で、ね、ここ何みたいな。ジョニーは LINE とかもたまにしたりとかしてたから、うん、ある時急に夜中電話かけてきてくれた時とかもあったし、でもなんかもう気にしないでくださいみたいなのがあったかもしれない。確かに。あった。ありました、ありました。その時なんでだろう、なんでかけたんだろう。でも多分なんか悩んでた。悩んでたんじゃないですかね。なんかわかんないけどかけたくなったんだろうな。あった。リオカはやめた後、でも2月が久々でしょ。2月めっちゃ久々。それこそ2018年に福岡で一緒にライブして以来ぐらいに会ってると思う。連絡はしてたのかな。あ、してた。それこそ主人公になれなくてもめっちゃいい曲とか、ああ言ったかも。あれ好きなのよ、あれ好きなのよ。そうね、そういうのもあったけど、なんかでも正直、あ、別にあんまないかも。なんか変わってなすぎて、いや、そう、私もね、そうだと思う。つけてるとか、体型とか髪型とかはあるけど、なんか
そのままあの時の関係性のままスライドして大人になってるみたいだから、まあ、なんか変わんないよね、うん、と何時かのタイミングからもう変わってないですね、うん、なんかこれで誰か急にさ、なんか会社のディーラーとかにこういう人がなってさ、なんかのすごい高い襟のさ、ワイシャツとか着てたらめっちゃイケイケできちゃう。それバリッバリになってきたら、靴とかとんがってたらちょっとあれだけど、多分ワイシャーみたいな。ちょっとそう、お疲れ様です。あのいいですよ、あの最後とかすってすってさ、すってアメックス、すってアメックスで知らないから。たぶんね、いいことなるか悪いことなるか分からないけど、全員そういうさ、確変は誰も起こしてないから、確変は誰も起こしてないから、たぶん今はどのメンバーに会っても、懐かしいはあるけど、変わったねはあんまない気はするけどね、うん、あとみんな出てるから、うん、こう、あ、そうね、画面とか、うん、SNS で。確かにね、あの見かけますもん、うん、見かける、見かける、うん、だから別に。色違うじゃん。そう、4種類ね。自然に開けたのこの人そういう人で、別に自分のお菓子じゃなくても関係ない。世の中のお菓子はそれは俺のだからそんな青森のそんなリンゴスティックの上に置いてたねっては全国のセブンイレブン自分の冷蔵庫だと思うこれ聞きますか、3人の共通点は何ですか。私ね、共通点あんまない気がするんですよ。共通点、何の共通点黒が、今私紫なんで。あ、共通点ですか。何についての共通点なのかですよね。でも何についても共通点ある。人間であることしかない。俺もそんな気がするマジでさ、似てないと思う。うまいこと言う。やった。似てるっていうか、共通点とか似てるとかっていうのは、うん、でも今友達として遊ぶようになったら変わるかも。ああ。仕事してない時の俺と別人だと自分では思うから、別というか結構違うから、そんななんか厳しいこととか一つもないから、うん、多分ないよね。あるかな。ない口は悪いけど、うん、あのあとね、マジでマシンガンとじゃあそうあの頃にも増して喋るよね。やばいですよ。だから久々に会った時思ったのは、めっちゃ喋るやんっていう。多分喋らなかったのかも、もうここまではグースの中だと喋る量は多かったと思うけど、喋ってた方だと思う、方だと思うけど、こんな喋らなかったよね、うん、確かに。最後会った時、あ、まあなんていうの、その個人と個人でこうライブしてた時とかは喋ってたけど、グループにいるときに最後会ったときとかはスッてしてたから、だからこう会うと、あ、こんな喋ってたっけって思ってて、2月にすげえ爆発してたからでもやっぱりあの時からなんかやっぱ飲んだりとか飯食ったりしてるときは結構やっぱり、あ、よく喋るな、ね、そう、なんかね、多分ね、俺ね、本当にオンとオフをそういう意味では分ける多分人なのよ。で、クイズにいる時ってすごくオンなの。でも唯一ジョニーとは多分一緒にいる時間も長いから、オフの部分も見えてたというか、やっぱちょっと友達に近い感覚ではあったわけよ。で、今はもうだからピータンとかも、うん、もうこの間2月会った時とかはさ、うん、ウェイみたいなノリじゃん、うん、だけどそう考えると、そこまで俺みんなにそういう打ち解け方はしてなかったから、ね、うん、最後まで LINE 教えてくれなかったし、そうなのよということで、共通点ないでないでいい寄り道でしたね。ないね、確かに確かにでこれ意味わかんないんだけど、3人で再結成はありますかって書いてるけどさ、俺ら別に何も結成してないのよ。そもそも結成してねえのよ俺ら。そう、なんならやった曲数少なすぎて、あの1回のユーストリームをやるだけのグループだよね。確かに本当にそれしかない。あとこれは聞いてもどうせあのメディアに出てる人は正直に答えないので意味ないでしょ。最近の恋愛事情マジない。ねえ、俺最近終わったんだけど。マジで死亡って感じ。死亡って感じなんだけど。遠距離だったの？遠距離だったの。ああ、もうそれはしかない。ああ、僕もちょっと。そうそうそう。そうそうそう。ああ、はい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 。終わったんだよ。終わったっていうか、うん、なんかもうテンション向こうが下がってるのを察して、
なんかもう察しがいいから俺もう最後柳沢慎吾かなと思ったなんかあばよみたいないい人生をって LINE で送ってそれで終わったって何なの俺と思ったマジ柳沢慎吾だったんだけど最後いい人生をって聞いたんだけどでも既読ついた既読つく前に俺ね結構そういうとこあるからあばよって一方的に送ってトーク履歴とかも全部消してブロックしちゃったえぐくないなるほどねあとズルズル言っても意味ないしと思ってなるほど、ね、そうそうなんです。あ、これ同じの2つ連続で来てました、はい、3人での一番の思い出、3人の思い出だからさ、3人でっていう別にさ、うん、あんまないよね3人でなんかってないよね3人だけの思い出ってのは、うん、俺が今思い浮かばないだけじゃなくて2人も思い浮かばないなんて多分ないと、うん、あのもうその代わりだからもう夏会の日のことはすっごいなんか覚えてる夏会の日のことを覚えてる、うん、あ、そうことっていうか、うん、なんかあの時のなんかなんだろうな部屋のなんか匂いとか空気感みたいなのすっごい覚えてる、今ほぼ記憶ゼロなんだけど俺ね思ったのは俺とリオカ初期のプレイヤーハウスほぼ毎週出てたから確かに、ね、だから1回ずつの重みがちょっと違ったかもしれないあもしかしたらそうでもなんかねできることが私本当に限られてたからなんか必死だったのは覚えてるんですけど結構あれだから1回目2回目が全員でしたよね全員だったほぼ全員で3回目急に3人で それがねまた良かったそういうことかすっげえわちゃわちゃしててなんかまあある意味、まあ、よくも悪くも収集はついてない感じが、うん、3人でシュンってなっていきなりなんか結束感もした感じがすごい、あでもそれはそうかも、うん、だからやっぱこの間ジョニーともさその回割と重点的にさ見返ししたんだけどさ何個か見たよね、うん、やっぱねクオリティ高かったなんか消したい動画はさ全員あると思うあそれ後で質問来てないけど聞きたい消したい動画消したい動画は俺の中でもう一番譲れないやつ1個あるからそれ俺はあるんだけど、はいはい、でもあの回は全部見れたし、うん、あそうしかもちょっと良かったなんなら、なんならクオリティ高かったじゃあ勇気を出して見れる感じうんあの回見れるよあそう、うん、じゃあ次、はい、あこれはオリジナルなのかなグースの中で一番好きな曲は自分いた時とか自分作った曲になりがちだよねきっとねそんなこともない、うん、自分作った曲になりがちかな私違うかおぉなんだかんだ光るのがいい曲だそれはマジで間違いない俺もそう思う一番好きかどうかは別としてなんかすごって思ったさすがに最初聞いた時さすがにすごい、うん、あれはさすがにいい曲ですね、うん、あれはちょっと俺って今カラオケ行ったら必ず歌ってるからねダムとかのなんか、うんあの採点機能で今月 あの光るなら1位になるまで何回も歌うやばなんかさすがに俺1位じゃないとやばカラオケ採点機能で戦いましょうじゃんおカラオケ採点得意方いやちょっとねコツは知ってるけどえジョイサンド多分でも最近やってないか分かんないちょっとその企画マジで面白いこのさなんか弘前のカラオケ行ったらなんか今録画とかできるんですね録画とかできるのあれみんなやればいいのに本人が動画のでも多分それを YouTube に上げると音源の問題があるかもしれないなんかもう足跡だけ多分残していくっていうああそれはできるよねこれひょっとして本人みたいなそれはできるよね実は僕も何曲か撮ってみたんですあれいや消しでもね消しましたそれって撮ってると誰でも見れるの誰でも見れるえやだそんなとこにお前そう設定変えられるのかな全員公開もできるし繋がってる例えば友達公開もできるしってことで面白い、うん、でもねやっぱカラオケ上手いのとカラオケの上手さってまた別だいや全然別だと思う全然別だと思うこれなんかライブとかで歌う発声いつもやってる発声でやるとダメなんですよ自分で撮ってみて、うん、その撮れたやつが全然しょぼくてそれで消しましたからそうやっぱカラオケ向きの歌い方発声ある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 、うん、でどれが一番好きなんですかあ曲ごめん曲俺は自分で作った曲なら五線譜の空で、うん、自分いなくなってからとか自分じゃないやつならやっぱ YOU が好きああなるほど、ね、では YOU が好きです、ね、私右側のバースデーソング答えたああれはいいねでもそうなカラオケで歌いたいというよりはあれはやっぱりあの声で聴かないとダメだなとは思うねあれはね確かに右側とね K で歌ってあっ K ハモってるハモってたね確かにね自分が関わったのはグッドモーニング
あーあー、そこ行くの。いや、まあやっぱり、うんうん、あれはやっぱりできた経緯はすごく覚えてる。グッドモーニングは確かにすごくクオリティ高いもんな。すごく印象が残ってるっていうのが、うん、で、人の曲だったらやっぱ永遠の8月かな、うん、私あれ好きかも、あの DIY ですね。あ、ブランチのミッション で、 あれってリオ君かかってないんだっけ。私はアイディア出しの時、アイディア出しの時いたよね、うん、ああそうだよね、なんかそんな気した、うん、なんかすごいサウンドトラック人気じゃん。サウンドトラック人気じゃん。一番3人が関わってたよね。そうなんだよね、関わってたよね。あ、ね、でもさ、悲しいかな、ワンダリングとかの曲は全然入ってこないよね。まああれはね、いい思い出なんですけどね。やっぱっ思い出はある。2人で作った曲とかある、ね、今だったらもっとやりようあるのに。あちょっとそう、だからあれを自信持ってお気に入りです。なるほどね、なるほどね、うん、まあ若かったですからね。プレイユーハウスの頃から3人の変わったこと、変わってないことありますか。あ、変わった、綺麗になった。めちゃくちゃ綺麗になった。確かに。あの時から可愛かったですけど。可愛かったけど、たまに前髪とかすごい短かった時とかあって、ね、うん、あれね、美容師さんにすごい綺麗っていうぐらい切られてる。チョコレートディスコの回のリオカの前髪すっごい短いよね。美容師さんにすごい、もう二度とこの美容師さんにすっごい短くなってたもんね。目黒の美容師、まっとうに大人になったなっていうことで、ジョニーは本当に初めて会った時から今まであんまりにも変わらなすぎて怖い。ビジュアルとか老けたとかあるけど、はい、根本のなんかこう存在としてのジョニーが俺の中であんま変わんないんだよ。今ね、まだ久々でね、まだそこまで分かってないのか、分かんないけど、どうかな、変わって、そういう意味では掘っても掘っても何も出てこないと。少年らしさはずっとそのままだけど、私もう永遠の少年だと思って、うん、子供は子供少年ね。小5小6ぐらい、中学にもまだだったよ。嘘でしょ。あいつとあいつチューしたらしいぞみたいな。やべえなやべえなみたいなノリだよね、絶対。 そのレベルからあんまり進歩してない、ね、進歩してないって。そうか、すごいな。で、やばいのが、あの偏差値は高いのよ。そうだからニュースとかももちろん知ってるし、うん、物とかも語れるんだけど、基本がなんかニュースとかも分かる、なんか偏差値の高い小学校6年生だから、なんかね、偏差少年じゃん。偏差少年なのかな、なんだろうね、面白い。確かに今は本当あのマシンガン、マシンガン喋るようになる。マシンガン、マシンガンになった。こんなに喋るはずだったっけって感じだよね。そうかもしれない、よく喋るような。確かにね、まあまあ本当によく喋るよ、これ。もうマイク持ってんもんだって。もうコンマ何秒、こっちがこっち話するならコンマ何秒でも隙間開けちゃダメなんです。なあ、そう、コンマ何秒でも開けたらこっちのターン終了するんで。もうね、そもそもさーって入ってくる。すごいよ、しないと。マジだ。ゲストにさ、1時間出てくれたの、ラジオ、うん、1時間もさ、ゲストの人が入れるって結構すごいじゃん。すごいよ。普通さ、10分とかさ、ワンコーナー分じゃん、CM から CM まで流れて1時間いたんだけどさ、多分2分も話してる。いや、パーソナリティとして、ダメ。2分どころか、1分も喋ってないですよ。曲はフルで3曲も歌ってもらった。そこはさ、多分ちょっとこう、あの役に立てたんだけど。あ、まだゲストを迎えるということだ。もうね、やきもきしちゃった。だってジョニーのこと俺ジョニーよりも上手に話せると思っちゃって。すっごい全部ね、最近あった面白いエピソードから、斎藤ジョニーってどういう人なのかから全部俺が言った。違うのジョニー君の口からもう楽しくても聞きたいのよ。そうなんだ、あれはひどかったよ。いや、まあでも伝説的に喋ってる。いや、青森の人向けだったらそれでいいんじゃないですか。リオカが来てくれた時がどうなるかが見ものです。完全にパーソナリティとして苦言を呈する。パーソナリティの先輩として。やばい、ゲストの話聞きたい。バトル VS 見たい、 VS 見たい、 VS 見たい。ストラ日本放送だ。そうだよね。うちは東京 FM 系列だぞ。どうもちょっと AM と FM だからね。どうもそこはどうなんですか。もうそこはもう世界が違うっていうか、そのテリトリーが違うっていう。どうなんだ、でもさ、でもやってる番組は AM マジ AM なの。確かに。だって FM ってマジ音楽かけなきゃいけないのに、喋りすぎて曲ほとんどかかんないんだから3時間で。確かに AM 畑の人が FM
やっぱそうなんだ。でも俺もそう思ってる。FM 向いてないなとは思ってる。まだやり続けていって、FM の空気感になってくるでしょうけど。そもそもどっち聞いてたんですか、FM と AM って。完全に TBS ラジオよ。でしょ、うん、絶対そうだ。完全にだ、TBS ラジオ、伊集院さんだから。深夜のバカ力リスナーだから。そりゃジャンクとか大好きだから。だから、そりゃそう。だから俺は曲のリクエストじゃなくて、ハガキ職人も育てないのよ、本当は。やってたら、急に。でも全然なんかさ、あのコーナーあんまり履けなくて、なかなか難しい。やっぱ夕方のさ、車乗ってる時間帯の人たちはさ、聞くけどさ、ハガキ送ったりとかじゃないからさ、そう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 、そこはありますけど、まあ、マシンガンになったという相当今もマシンガンになった。今日多分俺